八香薫は日本のピン芸人。本名、八香薫。女性。静岡県岩田郡三作坊町出身。グレープカンパニー所属。身長156センチメートル。体重46キログラム。小福亭鶴瓶は親戚にあたる。小学校の卒業文集に将来の夢としてコメディアンと書いていたほどお笑い芸人は子供の頃からの夢だった。 しかし最初からお笑いで芸能活動をしていたわけではなく芸人デビュー前は23歳から30歳まで横浜を中心に活動していた劇団マスターズに所属当時からピンクのモヒカンヘアにすると異色の役者として活動していた大手牛丼店吉野家などでのアルバイトをしながら様々な舞台にした経験を持つ 2005年にデビューした当初はフリーで活動していたが、32歳の時にフラットファイブの募集広告を見て応募し、所属が決まる。この時に、年齢は29歳と嘘をついていたが、合格し、所属が決まってから嘘をついていたことを告白したという。所属事務所は、そのフラットファイブを経て、2010年7月1日から、グレープカンパニーに移籍。 番組で共演している、マーコ、キンタロウ。とはプライベートでも仲が良い。過去にパンクバンドでギタリストだった経験がある。ステキたち、レインダン、マンダリン等のコンビ名で活動していた過去がある。ステキたち時代には、単独ライブも経験した。ピン芸人となってから、芸名は、パンパン薫、八万薫、八万ル・八万薫と変遷。ネタには、 リュックサックを背負った姿である、あるネタを言うもの、1960年代、1970年代の、学生運動のキャラクターでの一人、コント、フォークシンガーに噴しての漫談、などがある。また、ゴー、ゴー、カオちゃん、という自己紹介ギャグがある。キャラクター7変化も、得意技としており、エマニエル安子、万引き常習犯の主婦、セクキャバの朝キャバの女、 法令戦おばさん、あの町この町ある、ある研究家、町子、うぽぽ、りさこロマンチカなどのキャラクターのモノマネがある。2013年4月28日放送の有吉反省会の中で、かねてから交際しているというモノマネタレントの小賀柊にプロポーズして成功した。金太郎。が、川口公平に、テレビ番組の中で公開プロポーズしたのに、便乗したという。 しかし、その後小賀とは別れたということを、2013年9月22日放送の有吉反省会で明らかにした。八幡本人は、本気で恋していたから、復縁したいほどと、未練も見せていた。2014年3月から5月にかけて行われた、大人 AKB オーディションに応募。二次選考で落選した。2014年12月に、自分の写真集。 スメルスウィートを自費出版し、同年12月22日、12月23日に行われた単独ライブ、8万3、そろそろ、の中などで発売された。8万がモノマネをしている、ミ岸ギ氏にもこの写真集を送ったが、ミ岸はこれについて、なんだかげんなりしたなどと感想を述べている。2016年の M-1 グランプリには、 同じ事務所所属の、アーシラキとコンビ、ババンバーを組んで出場。2021年から、本日は聖天なりとのコンビ、やはりーテ天ナリーでの活動も多くなっている。この年のキングオブコント、女芸人ナンバーワン決定戦ザ・ダブーにはこの、やはりーテ天ナリーで出場。峯岸みなみの顔芸などのモノマネのネタを持っている。他の芸人から、 ミネギみなみに似ていると言われ、アイドルのモノマネを私のようなおばちゃんにやるのも面白そうと思って始めたという。このネタで、前田敦子などのモノマネをする、金太郎。と共演したことも多く、その貧乗ぶりが面白がられていると言われたこともある。二千十二年八月十七日、前田敦子の AKB48 卒業パレードを見るために、ミネギに噴して、 カメラで自撮りしながら、秋葉原に降り立った八万だったが、パレードが中止となってしまったため特に何もしなかった。しかし、帰り際に、台湾のテレビ局に声をかけられ、これが、AKB48 のファンだ。ということでインタビューを受けた。2013年1月26日、東京ドームシティホールで行われた。 AKB48 のリクエストアワーセットリストベスト100の3日目で MC の途中に金太郎と共に登場し、峯岸本人と初共演した。2013年1月31日に峯岸が白浜アランとの外白騒動から丸刈りして謝罪したことがあったが、八幡はそれ以前の2012年10月頃からすでに丸刈りになっており、 ブログでもその姿を披露している。2013年2月18日、喋くりセブンに出演。メインゲスト金太郎。の呼びかけに応じて、峯岸の顔芸で登場。金太郎。が、モノマネの度に呼びかけると、アニメ、サザエさんのマスオさん、細野春海、浅岡ルリコ、キキキリンのモノマネも披露した。この他にも、草間彌生 リューチェル、中村健吾遊泳など、レパートリーは40ほど持っている。ただ、桜井翔のモノマネについては、三横から自分がモノマネしたのをパクられたとして、本気で怒られていたが、八幡自身は2019年1月22日放送、有田鉄平の夢なら冷めないで、にて、 自分が先にやっていたということと、桜井本人に会って、ほぼ公認をもらえたということを弁明している。なお、AKB48 の衣装は、ドンキホーテで5000円で購入したという。陽子節子本日は晴天なり、川坂井い高田千尋、コンノブルマ、虎人とともに、AKB48 メンバーのモノマネをする、女芸人同士で組んだ、偽 AKB の地。 チーム G のメンバーとしてライブを行っている。チーム G の2014年10月30日の公演にはミ岸も訪れていた。2016年8月からは小池由里子東京都知事のモノマネを行っている。持ちギャグは今何時都知事。というダジャレ。サンドウィッチマンと三ザワからすぐに始めろとメールを受けてのもので。 すぐに、緑色の衣装を1万円で購入、ファンデーションを厚くして、肌を白くして演じている。峰岸がダイエットしたのに合わせるように8万も5 4ラムほど減量。これでほっそりした顔がこのネタのそっくりさも高めたという。2017年7月28日の隅田川花火大会中継の本番前に、小池本人と初対面し、小池からは、 お仕事増えてよかったですねと言われたという。2020年3月、岩下食品、岩下の新章が主催のサウンドロゴコンテスト、岩下の新章がシングプレイコンテスト第5章ニュージンジャーイースターパレードに、ちゃんかお名義で、岩下の新章がちょい編と題した作品を応募、優秀賞13名に選ばれて岩下食品、オンラインショップ1500円分クーポンを副賞として、 獲得。八万自身もブログにてこれを報告した。ありがとうございます。